もうまた1200円のま買ってきたんですけども、多分おとなしさん等も、こういう車好きなんじゃないかなと、思われます。で、こちらでございまして、それが、この車になりますね。これが、ジャガーの XJR9 という車なんですね。で、これがジャガーの XR9 と、XJR9 という車でして、XJR9 は TWR、トム・ウォーキング賞レーシングによって作り出された29年ぶりのルマンで優勝した、勝利したジャガーのグループ C、プルタブレーシングカーである。で、7.0リッター、7尺50馬力のジャガー V12 エンジンを搭載。1988年のルマンでは5位の XJR9 がエントリーし、うち3台が1位、4位、16位となった。で、カーゼッケン、2番の優勝者は J ラマーズ、J ダンフリー及び A オーレスによってドライブされ、394ラップ、総合成績走行距離は53,322、53,3279キロの重いもんだと、いうことでね、非常にこうルマンを制した、車です。これがジャガーの XJR。ここにもこうやってね、カードがこうありますけど、なかなかかっこいい車になってるかなという感じで、結構好きな、これも好きな形で、懐かしい形ですけど、非常にいいなというふうな、車ですね。これも確か日産の当時 R390 だと争った車じゃないかなと、記憶があるんですけど、もし間違ってたらまあ申し訳ないですけども、なかなかこの手の車というのも非常に特徴的でね、良いなというふうに思う車で、非常にいいなという感じをする、車、このジャガーらしさが見事に出ていて、こういった車というのも非常にいいなっていうふうな感じのね、車になってて、こういう黒い色合いとよく似合ってて、非常にこう見るからね、速そうなデザインっていうのが気に入っているなというところでございます。どうもありがとう。